ドジャースの大谷翔平が現地時間9月26日、日本時間27日、本拠地でのパドレス戦に1番 DH で先発出場する。前日の同戦は3打数2安打の成績でチームの勝利に貢献。3対3の6回2し1・2塁の後期で決勝の中前打を放つと2投に成功し、今季56盗塁をマークした。2001年に一郎、マリナーズ、 が記録した日本選手のシーズン最多記録に並び53から56を達成した。動画、大谷翔平、気迫のタイムリー、パドレス戦で見せた方向シーンをチェック。この日の活躍で、大谷は出塁率が386でブレイブスのマルセル・オズナやパドレスのジュリクソン・プロファーを上回り、トップに立った。大谷は他にも53本塁打。 125打点でリーグ2冠は確実な状況。さらに、オプスは1.028、130得点、396塁打、長打数96、長打率点642、本塁打率11.64、ISO339 でもリーグトップに君臨。合わせて打撃10冠と手がつけられない。また、打率も303で3割を超えてリーグ3位。 残り4試合で日本選手初のトリプルスリーも狙える。チームは今日のパドレスとの首位攻防3戦目に勝てば地区優勝が決まる。初の優勝争いで刺激を受ける中、大谷の打棒が炸裂する。